ラロンド校は最近めっきり見かけないが。何でも破産したそうですな。一文なしになって南の親族のもとへ逃げたんだとか。破産？それは穏やかじゃないな。投資に失敗でも。いや、私も詳しくは聞いてないのですが。あ、ちょっと耳を。なんだ、大きな声では言えないことでも。どうやら破産の原因は女らしいです。身ぐるみ剥がされて放り出されたのだとか。女？彼の放蕩癖はみんな知っとるが、穏やかじゃない話だな。何でも別宅に囲っていた女に本邸ごと乗っ取られたんだそうで。クルティザンヌか、女の名前は。いや、それは私も。ただ社交界に知れた名前ではないようです。ふむ、数代続いたラロンドが破綻か。君も気をつけた方が良いぞ。私はあの女たちを町の賠償婦と同じに考えて身を滅ぼした男を何人も見てる。舐めてかかると命取りだ。いえいえ、私などはそのような豪気な遊びができるほどの器もございませんので。謙遜を。まあ色恋は駆け引きだ。用心するに越したことはない。ボアロー校には女の扱いに長けておると聞いております。ゆえの注意深さでしょうかな。女に振り回される男などその程度の器だということだ。身の程を知らぬ行いが災いを招くのは世の。ムッシュ、杯が空いておりますわ。何かお持ちいたしますか？そうだな、アブサントをもらおうか。かしこまりました。ついでに何かお召し上がりに。いや、それには及びません。マドモアゼル、失礼ですがどこかで。いえ、ただこんな華やかな宴の席で素敵な男性同士が難しい顔をしているものですから、お邪魔をしたくなっただけですわ。これは褒められてたしなめられて忙しいですな。今宵はお招きいただき光栄です。ラロンド校からご紹介いただいたニナ・フォートリエと申します。
ニナと言ったか。ラロンドの次は私に目をつけたのか。そんな風におっしゃらないで。ラロンド様はお優しい方でした。奥様も娘様もとてもいいお方で。けど、そうですね。きっと優しすぎたのだと思いますわ。私はラロンドと違って実業の人間だ。くどい文句や洒落た言葉は持ち合わせておらん。マドモーゼ、あなたもどうぞアブさんと。ここの上質だ。悪夢を見ることもない。ではあなたといい夢を見れるのですね。かもしれんな。さあお飲みなさい。この振る舞い、さぞかし自分に自信があるのだろうが、見てろ、私も裏社交界に名を馳せた男だ。帰り討ちにしてくれる。ニーナ、どこだ、ここは。もうすぐお屋敷に着きますんで、追いつけ通りに湯をためてますんで、体を洗ってお休みください。ええ。
近頃毎晩のように朝帰りだ。お勤めとはいえ皆様もお疲れでしょう。そうね。世間もまたえらく騒がしくなっちまって、あのルイがまた選挙だなんて、バレじゃすっかり化けの皮が剥げちまってるのに、往生際の悪いったらね。うん、ニーナ様と来たらいつのこうだ。全く何考えてんのか見当もつかない。女中が言うには気概を人に見せないってことだし、生まれ育ちも知れないし、何かつかめればな。シャトレーヌ、お帰りなさいませ。湯が沸いてますのでどうぞ。ええ、ところでサロンの改造は進んでいるの？はい、問題なく。注文した調度も届いて、あとは壁紙の張り替えを今週のうちには。そう、では来月にはここで夜会を開きます。腕のいい料理長と経験に富んだ厨司長、門番、馬車工とおのおのの手伝いを雇うように。はい、彼らの給金はいかがなさいますか？あなたと華麗に任せます。上限は設けないから、なるべく腕の立つものを。かしこまりました。方々を渡って新聞にも募集を出します。ええ、お願い。じゃあ私は湯を浴びて休みます。その公爵の庭園会でした。とあるご婦人が前に私に男を取られたと逆恨みしていたらしくて、私を見ただけで心中カンカンでね。大きく開いたデコルテから見える胸の谷間まで真っ赤にして、けど必死に冷静を装って言うんです。あなた昼間に何してるの？私今夜主催の公爵様とお食事するんだけど、あなたの悪事を言いつけておくからって。で、私は言ってあげたのよ。ええ、どうぞ。私はその後夜のお相手をするから誤解を解いておくわってね。